脱税や環境汚染の原因となる不正経由をなくそうと、今日神埼市で抜き取り調査が行われました。神埼市を通る国道です。道行くトラックドライバーにランダムに声をかけ、調査を始めていきます。経由を抜き取らせていただいて、同僚を回収しますので、ご協力お願いしてもいいですか。この抜き取り調査は、不正経由の撲滅を目指し、全国126カ所で一斉に行われたものです。このうち神埼市の国道34号線では、県の職員がトラックなどから少量の軽油を採取し、ドライバーに給油の時期や場所を確認していました。軽油は1リットル当たり 32.1 円の軽油引取税がかかるため、重油などを混ぜた不正軽油は脱税のほか環境汚染の原因にもなっています。悪質な脱税行為になるばかりではなく、大気汚染やエンジントラブルの原因等にもなりますので、不正経由は購入しない、使用しないようにお願いいたします。昨年度の経由引取税の税収はおよそ89億6000万円で、県税収入の 9% ほどを占めているということです。